死の接吻は1991年のアメリカ合衆国の犯罪映画。監督はジェームズ・ディアデン。出演はマット・ディロンとショーン・ヤングなど。大富豪の財産を乗っ取ろうと双子の姉妹に接近する青年を描いている。1956年の映画、赤い崖に続くアイラ・レビンの同盟長編ミステリー小説の2度目の映画化作品である。 幼い頃から大富豪カールソン家の財産を狙っていた野心家の青年ジョナさんは結婚を約束していたカールソン家の娘ドロシーを自殺に見せかけて殺す。しかしドロシーの自殺に疑いを抱いた双子の姉エレンが真相を調べ始める。テレビ朝日版初回放送1995年3月5日日曜洋画劇場ロッテントマトズによれば 13件の評論の内高評価は31%にあたる4件で、平均点は10点満点中4点となっている。メタクレティックによれば、26件の評論のうち、高評価は4件、賛否混在は7件、低評価は15件で、平均点は100点満点中40点となっている。第12回ゴールデンラズベリー賞で、 ショーン・ヤングが双子役のそれぞれで最低主演女優賞と最低助演女優賞を受賞。ありがとうございます。